失礼します。皆様こんばんは。バルコニーでございます。はい、トップバッターをですね、務めさせていただくということで、うん、いや最後までですね、今日はツリーフラッグさんにこうね盛り上がって、私たちも盛り上げて、皆さんと共に盛り上がっていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いしますね。大丈夫、いきなり最初から。でいっぱい言ってしまいました、盛り上げあるよ、ね、盛り上げあるのね。久しぶりの福岡市内ですよ。そうなんですよ、あの私たちにですね、久しぶりに福岡市内でライブということで、そのまま、そうですね、ちょっと再度、はい、あの、ね、久々に、はい、2回言う。そうですね、うん、そうなんですよ、久しぶりに福岡市内ということで、もちろんあの出身はそれぞれ福岡なんですけれども、ちょっといろんなね、最近、各地に飛び回ってまして、今日はちょっとこう、またこれをきっかけにですね、こう皆さん一人一人に思いが伝わればいいなと思いますので、最後まで楽しんでいってくださいね。はい、ね、ちょっとライトが今日はスポットライトが眩しすぎて、皆さんの顔がちょっとこう見えづらいですけれども、ちゃんと見えますので大丈夫です。歯は笑った顔の歯が見えます皆さん。白いから、はい、白いから、なるほどね。ということで、では2曲目、オリジナル曲をお届けしたいと思います。I Refrain。始まった流れを
土曜日でしたね。土曜日の夜ですね。はい、私たちはバルコニーと言いましてですね、普段は八女市、福岡県八女市でも皆さん知ってると思うんですけれども、の親善大使をしておりましてですね、いろいろこう八女の素晴らしさをアピールしながら活動しておるんですよ。八女といえば、はい、何が有名か知ってますか？あ、そうですね、はい、お茶とかですね、あとその農作物がすごくこう有名でですね、福岡県で2番目にこう広い市になりまして、黒木ひとみさんの出身地だったりですね、はい、そうなんですよ。そんな八女を大好きで、私たちね、こうもっともっと皆さんに知ってもらう、そして遊びに来ていただきたいなと思いますので、昨日ね、南紫陽都に出てましたね。あ、そうなんですか。飛ばし地方とかね、飛ばし地方ね。おー、いろいろ出て、こう仏壇とかね、あ、有名なので、はい、山も人も食べ物も温かい、そんな八女市、ぜひ皆さんね、来てください。そんな私たち、明日は、いや、明日も八女で歌うんですけれども、後ほどはこれはちょっと告知しますね。はい、そんな話置いといて、このスリーフラッグさん結成じゃない、スリーフラッグさん6周年ということでですね、すごくおめでたいでしょう。はい、おめでとうございます。いやで、はい、特別、今夜は特別企画ということで、普段は3組しかこうアーティストさん出られないんですけど、今日は4組出演ということでですね、熱い夜にしたいですね。はい、はい、そうですね。今日ね、私たちは初めてスリーフラッグさんにさせていただいてるんですけれども、はい、ステージもしっかりあってですね、はい、ライトもシャーンとしてですね、もうね、音響のね、聞きもしっかりしてください。ライトは、さすが、おめでとうございます。出身がその横が久留米市で、尊敬するアーティストの一人、松田聖子さんが久留米市出身でいらっしゃるんですけど、そんな松田聖子さんのですね、曲を1曲歌いたいと思うんですけども、よかですか？ありがとうございます。そんな、じゃあこう皆さん、ほやほやの、ほやほやじゃないね、こう恋の気持ちを思って聞いてもらえたら嬉しいです。松田聖子さんの赤いスイートピーです。船木さんのバルコニーじゃないんだ。I'm in for you.
さんですね。すごいこう年を重ねられてもですね、あの素晴らしいボイスと美貌ですね。私はずっとそうなんですよ。ボイスと美貌、憧れの先輩ということで、先輩人物の一人です。人物先輩ですね。ほぼ同郷なんでしょ。あ、そうですね、ほぼ同郷。すぐ何かをつけたがる。ちょっとかっこいい言葉を言いたがりなものなんですよ。ね、あの先週、はい、東京にライブを1週間しに行きまして、そうなんですよ。そこでね、何本かラジオも出させていただいたんですけど、はい、そこの パーソナリティさんね、はい、枕言葉をつけるのがお好きですねって言われてね。そうなんですよ。枕言葉ってがあるんだというのをその時に知りましたね。枕言葉、そんなんですね。こう私がこう喋るんですけれども、こうやっていつもあのなんていうんですか、横から温かいツッコミと、はい、あのトークを入れてくださる方なんです。そのカホンのタメゾウさんです。タメゾウです。青で決めてきてますね。今日もですね。今日も、はい、始まる前にハンバーグを、はい、ハンバーグもりもり食べて。そんなことはいいんですよ。わかりました。そんな食べぞうさんと。さなくていい。わかりました。はい、で、ね、メガネがもう非常にご飯ですよのキャラクターの、あの何でしたっけ、桃屋の人のようなね、メガネをかけてるギターのチャーリーです。はい、そんなね、メンバーでボーカルがサチエと言います。明日誕生日ありがとうございます。いい肉の日なんですね。明日肉食べやんです。はい、明日はまた大チャイニー会見、お茶間の前なんですね。そんな勝慎太郎さんと尾崎豊さんと同じ誕生日、ね、どちらも亡くなってるんですよ。それぐらい偉大になりたいなと思います。私は立派に生きてます。はい、そうなんですよね。で明日、ここでもう一つ報告がありました。一番最後にですね、こう出演されるしっぽさんの、はい、今日フライヤーを皆さん配られたと思うんですけど、抽選番号がですね載ってるみたいで、最後に抽選会が行われるみたいなんですよ。はい、だからぜひですね、それにも参加していただきたいのと、はい、最後まで聞いていただきたいなと思います。抽選会ルンルンですね。楽しみルンルン。はい楽しみルンルンなんですよ。私は非常にそれちょっと個人的に楽しみです、はい、では続きに2曲続けてお送りしたいと思います。恋する鉄道というですね、コンピレーションアルバム CD が5月に全国で発売になりました。その中に1曲私たちのオリジナル曲も入れてもらったんですけど、その CD 今日あのお持ちしてますので、ぜひ最後ですね、気になった方は見てもらいたいなと思います。あ、で私たちが関わってるのは実は2曲なんですね。そうなんですよ、はい、1曲は自分たちで、はい、演奏して歌ってる。でその次に入ってる曲が、はい、まあ、うちのメンバー、今日これじゃないんですけど、4つが作ってバルコニーでアレンジした、もう、はい、もうバルコニーの曲ですね。そうですね、はい、バルコニーの曲、はい、いう、そうなんですよ。なかなか矢野明子さんも入ってたんですね。有名ななかなかすごい、CD で、とにかく私たちメンバーもずーっと聴きまくってる CD、 実はつい最近まで売り切れてました、うん、そうなんですよ。東京にてたまたま、仕入れてきまして、はい、10枚程度ですね、はい、で今お持ちしてますので、もうこれなくなったら本当に終わりでございます。今前あげてもらってるんですけど、はい、鉄道アイドルの方が、うん、ありがとうございます。鉄道をですね、もうテーマにした曲なんですよ、はい、こうぜひ鉄こう電車に乗りながらですね、こう曲をダウンロードしてもらって聴いてもらいたいですね。そんなじゃあ2曲、はい、私たちの七熊ラインという曲と、玉木千春さんがその歌われてる狐ヶ崎の改札でという曲を2曲お届けします。二人
Thank you.
しいですね。楽しいですね。あなんかホームって感じますね、はい、福岡でね。そうですね。すいませんね。東京から帰ってきた時のさ、福岡の安心感ときたらなかったよね。安心感たるやつやつ。もう福岡ラブなんで私たちはですね。そうですね。はい、でもこう東京でですね、お世話になってる人とかにこう、はい、ちょっと新しくバルコニーを見せに行ってですね、はい、ご挨拶をしてきたわけなんですけれども。はい。いいですね。やっぱり福岡はですね。そうですね。はい、私たちは次はライブはいつでしたかね。今月は明日って言ってます。これはちょっと今言ったらネタがみたいな感じで。そうです。すいません、バレるところだったんで今やっと。バレるところ。明日その福岡県八女市にですね、大茶園ってい う, もうお茶の畑がブワーってある園があるんですよ。これ何度もビューでしたっけ。私ラジオで言いました。はい。そうですよ。365度の茶畑がっつって365日と360度間違えちゃって、ね、タメノさんらしくない。ディレクターの方にね、一瞬回って5度しかねえ。5度しかねえ。だから、あ、東京に行った時はちょっとみんなやっぱ私に染まってこの感じですね。やっぱ日頃をこうやって突っ込んでくださるから疲れて、そういうもう疲れが出たんだなと思って私はちょっと悩みましたね。いや、自分めっちゃガッツポーズしちゃったよ。タメノさん間違ったって。ちょっと嬉しい、心の中で全然嬉しかったんですけど、はい、やっぱ田辺さんはそういうキャラ、いろんなキャラが持ってるからですね。いろんなキャラが持ってる、いろんなキャラを持ってる、持ってる、そうです。はい、そういうこうね、キャラの強い、キャラの、はい、そしてあなたに言われたくない。本当ですか。私キャラの強いとか言われるけど、強い人に言われたなーな、こうなんかね、説得力ないですか。なんかノルマユって感じですね。あ、刺激がないというか。なるほど。ジャリーさん、一応みんなキャラ強いですもんね。私たちは、あら、ちょっとボキって言ってしまったけど、すいません。はい、あの、私が言いたかったのは、その明日大茶園でですね、ご飯の炊き出しとかこう地元の方がされて、その中なんかこうアットホームな感じで演奏するんですよ。ご飯だけじゃ、あの、おときつさんのおときつさんがあるんですよね。あ、そうです、そうです。はい、ちょっとおるねの、あの昼食タイムの時に私たちは演奏するんです。そうでした、そうでした。そうでしょ、私、はい、ずっと言ってましたよね。あ、そうでしたね。オルメの昼食タイムの時に、あのちょっと一息こう演奏タイムというか。一息演奏タイム。オルレって何か分かりますか？オルレって何か分かりますか？はい、あれですよね。オルレってあの、あれだと思います。多分あの、オーレオーみたいな感じですよね。こう、オルレみたいな感じ。違うんですか？あら、違うんですか？ちょっと教えていただき、後でちゃん教えていただきます。はい、オルレであるということで。オルレっていうのはもともと韓国語らしいので、韓国語らしいので。まあ、もうウィキで調べてもらって。わかりました。今も何でも調べられますから、はい。はい。11月はそれで一応終わりで、12月にですね、12月13日の土曜、はい、日曜日ですね、カシイハマのイオンモールでクリスマスライブがあります。で、いろいろですね、私のライブ情報は Facebook とか SNS で発信してますので、ぜひ見てください。12月はいっぱい、27日は、ちょっと何かボーンって言ってるんですけど、12月は13日、そして23日に、温泉、あの天然温泉、大きの湯、私の地元でアクアスということで、はい、5時ぐらいから、5時からクリスマスライブが、はい、クリスマスライブ、そして次は、本拠地新さん、26日の土曜日、福岡市内の、もう全部福岡ですね、来月、嬉しいですね、今月、来月はね。福岡で年末をこう過ごして、はい、いい2015年に幕を閉じたいですね。いい2015年に、そうですね。はい、とりあえずこう見てください。あの Facebook を、はい、いろいろ発信してますので。物販のところに、フライヤーも置いてますので、そうでしたね。そちらをお配りいたしますので。はい、T シャツとか CD は販売しておりますので。T シャツが CD は販売しております。T シャツが CD をしまそうです、あの、忘れないでくださいね。年を間違えない。何は販売してないのか分からない。そうでした。何は販売しない。いろいろ販売してます、グッズ。結果的に、はい、忘れないためにも、ぜひ、はい、あのお土産とかに、ね、買ってもらえたら嬉しいです。いいですか。じゃあ、残すところあと100曲ありますけども。はい。はい、1曲。楽しい時間も、じゃあ次のね、アーティストさんにバトンタッチできるように、この後も皆さん楽しんでいっていただけたらと思います。はい、では最後に
スマイルという曲をお届けしたいと思います。今日皆さんたくさん笑っていただけたと思うんで、多分腹筋5個は割れたと思うんで、あと1個は今日帰って思い出し笑いで1個割ってください。ではバルコニー最後スマイル。